皆さんこんにちは、車田和久です。今日は楽器紹介の第1回目ということで、トランペットの魅力とそのトランペットが活躍する名曲、名フレーズを紹介していきたいと思います。このチャンネルではこれまでにも作曲家シリーズといって、さまざまな作曲家とクラシック音楽を結びつけて紹介してきました。でもクラシック音楽への入り口は作曲家だけではないんです。例えば僕は小学校中学校を通して吹奏楽部でトランペット、クラリネット、トロンボーンなんかいろんな楽器を演奏して、その経験を通していろいろな名曲と出会ってきました。クラシック音楽を聴いてると、今演奏してるのは一体何の楽器なんだろうっていった疑問を抱く人もいると思うんですが、今日からは楽器紹介シリーズとしまして、さまざまな楽器の音色の魅力やそれぞれの楽器のために作られたクラシック音楽の名曲なんていうものを紹介していきたいと思います。というわけで第1回目はオーケストラの中でも花形であるトランペットを選んでみました。まずはトランペットという楽器の特徴について、それからこのトランペットが音楽の中で一体どのように使われていくのか、それを一緒に見ていきましょう。トランペットはオーケストラの一番後ろの列で演奏することが多い楽器なんですが、金管楽器っていう楽器に分類されます。金管楽器といえば金属でできているのが特徴なんですが、トランペット以外にもトロンボーン、ホルン、チューバなんていって楽器の音域、それから音色によってさまざまな違いがあります。そしてそのトランペットは金管楽器の中でも最も高い音域を担当する楽器になります。トランペットに代表される金管楽器は、同じく金属でできたマウスピースって呼ばれるものを唇に当てて、唇をプーって感じで振動させて音を出すのが大きな特徴になっています。基本はこの唇の振動の高さというか、この速さを変えることで音の高さっていうのを変えていくんです。これがトランペットの音を出す基本的な仕組みになってるんですが、より細かい音の違いや音階なんかを演奏するためにピストン、それからロータリーなんて呼ばれるバルブを操作して演奏することになります。ピストンは上下に運動することで穴の位置が変わって、そこから別な空気に管が流れていくんです。で、ロータリーっていうのは回転することで穴の位置が変わって、そこから別な管に空気が流れていくことになります。このように別な管に空気が流れることによって管の長さが変わって、音の高さっていうのが変わるようになっているんです。現在ではトランペットといえばピストン式のトランペットが主流となっているんですが、オーケストラによってはロータリー式のトランペットなんていうのを好んで使うところもあるんです。この2つには多少音色に差はあるんですが、作曲家がどちらを使えというふうに指定するようなことはなく、実際にはそのオーケストラの伝統やその作曲家の出身地に応じて使い分けされることが多くなっています。このように現在のトランペットにはピストン式とロータリー式の2種類があるんですが、このトランペットの大きな特徴の一つが異調楽器っていうことになります。異調楽器っていうとなかなかややこしい言葉なんですが、簡単に言うと楽譜に書かれた音と実際に出る音が違う楽器のことを言うんです。例えば現在のトランペットは米管と呼ばれるものが主流になっているんですが、これが何を意味するかっていうと、楽譜の上でドって書かれた音を演奏すると実際には C のフラットの音が鳴るんです。で、この C のフラットっていうのはドイツ語で米っていうふうに呼ぶので、呼びやすいように米管っていうふうに呼んでます。この異調楽器であるっていうのがトランペットの大きな特徴の一つなんですが、異調楽器であるがゆえに、実は米管以外にも波長調が演奏できる正管、それから二調調が演奏できる D 管なんて、いろんな音階が演奏できるトランペットがあるんです。ピアノだったら波長調だったら白い鍵盤だけ使って演奏すればいいんですが、調が変わると今度は黒い鍵盤も使って指使いも変えて演奏しなくちゃいけないんです。だけどトランペットは異調楽器なので、楽器自体を変えてしまうことで指使いはそのままで演奏することが可能となっているんです。なのでトランペットの奏者は一人で何本も違う管の長さの楽器っていうのを持っていることが多いです。そんな一人で何本も揃えなくちゃいけないなんて経済的に大変じゃないかって思うかもしれないんですが、
トランペットは楽器の中では比較的安い部類の楽器で30万円ぐらい出せば大体いい楽器が手に入るんです。これはピアノかバイオリンに比べると非常にお手頃な値段なので、一人で何本も揃えるっていうのもそれほど大変ではないんです。このようにトランペットにはピストン式とロータリー式があって、さらに腸によって管の長さの違う楽器っていうのは何種類もあるので、とにかくいろんな種類があるんです。そしてこんなトランペットには実はさらにたくさんの仲間がいるんです。ざっと紹介すると、まずはトランペットよりも高い音域を演奏することができるピッコロトランペット、それから吹奏楽なんかでトランペットの代わりによく使われるコルネット、それからトランペットよりも丸くて柔らかい音色を出すことができるフリューゲルホルンなんていう楽器があるんです。僕は小学校5年生の時に形が珍しいからっていうそれだけの理由でトランペットではなくてコルネットっていう楽器を買ってもらったんです。このようにトランペットにいろんな形いろんな種類があるんですが、さらに楽器メーカーによってその管の配管の仕方なんていうのも違って、とにかく機械としての楽器が好きな人にとってはなかなかたまらない、そんな楽器になってます。さて楽器の紹介はこの辺にして、今から肝心のこのトランペットの音色とそのトランペットが使われるクラシック音楽の場面っていうのを一緒に見ていきましょう。実はこのトランペットという楽器はわりかし古い楽器で、すでにバッハやヘンデルが活躍したバロック時代には花形として活躍していたんです。バロック時代の音楽というのは基本的に貴族からの依頼で作られたものが多いので、そんな意味からも音楽というのは非常に豪華絢爛なものが多いんです。そしてこの豪華絢爛な貴族が建てたお城や宮殿にまさにふさわしかった楽器というのがトランペットなんです。ちなみに当時のトランペットはまだ今のトランペットような形をしておらず、長い金属の管をぐるぐる巻きにしたようなそんな形をしていました。今聴いてもらっている曲はヴィヴァルディが作曲した2本のトランペットのための協奏曲っていうものになりますが、まさにこのきらびやかなトランペットの音色っていうのは豪華絢爛なバロック時代を象徴する音色になってるっていうわけなんです。このように豪華なバロック音楽ときらびやかな音色を持つトランペットというのは非常に相性がいいんですが、それが活躍するのは何も貴族のお城や宮殿だけではないんです。実はこのトランペットっていう楽器はバロック時代においては教会においても大活躍した楽器になります。西洋の絵画や彫刻の中にはトランペットのような金属楽器を手にした天使というのがたくさん描かれているんですが、実はこれは聖書の中に神の声がラッパのように響いたっていう文章が登場することに由来しているんです。そのため教会音楽の中にはトランペットというものがある種神の声の象徴のようにしてたくさん登場することになるんです。例えば今聴いてもらっているバッハが作ったカンタータなんかではこのトランペットがまさに神を称える賛歌として華々しく使われているんです。またバロック音楽を代表する作曲家ヘンデルの傑作メサイアにおいてもトランペットが大活躍します。その中ではラッパが鳴り響くと死人は復活して朽ちないものになるっていうような歌詞が登場するんです。ヘンデルはこの聖書に出てくるラッパを表現するためにトランペットっていう楽器を使って素晴らしい音楽を作曲したんです。また教会音楽におけるトランペットの役割っていうのはこれ以外にももう一つ別の役割があるんです。
この曲はバッハが作曲した有名なカンタータの中のコラール主よ人の望みの喜びよっていう曲になるんですが、実はこの曲に登場するコラールっていうのを合唱と一緒に演奏しているのはトランペットになります。実はこのトランペットっていう楽器はトロンボーンと組んで、主に合唱曲においてその合唱の歌うパートのサポートっていうのをすることも多い楽器なんです。最高音部を担当するトランペットはその中でもソプラノのパートをサポートする役割っていうのが多いんですが、このようにしてトランペットが演奏してくれることによって合唱の人はその音を聞きながら安心して歌うことができるってわけなんです。このようにバロック時代において宮廷と教会の両方で活躍したのがこのトランペットになります。ちなみにバロック時代のトランペットのは非常に高音で書かれているため、現代の楽器で演奏する場合はピッコロトランペットっていう楽器を使って演奏することが多いです。このようにバロック時代に大活躍をしたトランペットですが、モーツァルトが活躍した古典派と呼ばれる時代においても独奏楽器として華々しい活躍をすることになります。モーツァルト自身はトランペット協奏曲は作らなかったんですが、トランペット奏者でもあったお父さんは素晴らしいトランペット協奏曲を残してるんです。またモーツァルトの弟子だったフンメルのトランペット協奏曲なんていうのも非常に有名な作品となっています。そしてこの時代を代表するトランペット協奏曲は何と言っても今聴いてもらっているハイドンが作曲したトランペット協奏曲になります。僕はこの協奏曲の第2楽章を中学生の時に一生懸命練習したなんていう思い出があるんですが、とにかく数あるトランペット協奏曲の中でも最も素晴らしいものの一つとなっています。このようにバロック時代から古典派の時代にかけて大活躍したトランペットなんですが、それ以降は独奏楽器としての存在感というのはいくらか失われてしまうことになります。その代わり古典派以降オーケストラというのがだんだんと巨大化する中で、トランペットという楽器はこのオーケストラの中でいろいろな役割というのを担っていくことになるんです。まずはこれらの曲をいくつか聴いてみてください。トランペットが活躍する場面といえばファンファーレの場面になります。ファンファーレはめでたい場面からオペラの軍隊の行進の場面などいろんなところで使われるんですが、そうした場面を象徴的に表現するのがこのトランペットなんです。トランペットのファンファーレといえばどの曲においても大体聞きどころになっていて、とにかくかっこいいんです。でもトランペットが活躍する場面はもちろんこれだけではありません。今聴いてもらったのがベートーベンの交響曲第5番運命の4楽章、それからマーラーが作曲した交響曲第1番の4楽章になりますが、こうして音楽に希望の光が差し込んだところで象徴的に登場するのがトランペットになります。トランペットはこのように曲の最後の局面で光とともに華々しく登場して聴いてる人の心を揺さぶるんです。いかがでしょうか。トランペットにはこのようにたくさんの魅力があるんです。今回は楽器紹介の第1回目ということでトランペットの魅力に迫ってみました。
このようにトランペットには華々しい魅力がたくさんあるんですが、僕個人的にはその中でもバロック時代に作られた作品というのが特に好きです。トランペットに興味を持った方はぜひ今回紹介したような曲を一度聴いてみてください。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしていきますので、皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。